やることがたくさんあるので、あまり休むわけには。救援を待ってる人がまだたくさんいるのに。私の活躍を期待してた。野戦病院どこに行くの？私も連れてってよ。新たな旅に出るの？私の活躍を期待。野戦病院、準備が整いました。救援を待ってる人がまだたくさんいるのに。
ブルークリークの流れに沿って行けば、弁日不当に着くわ。気をつけて。何かあったの？またハイエナね。あの人を助けなくちゃ。
なたたちのおかげで助かった。こんな港の近くまで来るなんて、あいつら最近つき上がりすぎよね。そうだ、おめでとう。え、おめでとうって何？ホワイトフラッシュの賞金のことだってば。カレイドさん直々のお達しなんだよ。データベース検索、クオ、クレ、クレイドはヒットしません。ベンジス重工の社長さんだよ。そんなことも知らないの？検索完了。カレイド、ベンジジス工業社長。その人物にここのオムニアムタワーの状況を尋ねるといいでしょう。あれ、賞金目当てで来たんじゃないの？あ、そっか。じゃあ来たのはビータ祭のため？それなら残念。今年のお祭りはあんまり見応えないかも。どうして？ここで一日中見てたけど商船が全然来ないの。いつもなら港いっぱいに停泊してるのに。なぜですか？何かあったのですか？もう本当に嫌になる。最近悪い奴らが街をうろついてるから、商人たちも怖がって近づこうとしないの。カレイドさんもいつになったらこの件を解決してくれるんだか。行こう。ここは危険だからとりあえず港に戻ろうよ。ねえ、その様子だとここに来るの初めてでしょ。案内してあげようか。私ヒルダっていうの。私たちアストラ島から来たの。この子はミア。実は人を探してて最近ここに来たはずなんだけど。アストラ島のジーク？わかんないな。よそからお祭りを見に来る人も大勢いるし、人探しは難しいかも。でもそういう人がいたら教えてって友達にも話してみるね。みんなで探した方が早いし、ついてきて。
やあ、ヒルダ、久しぶり。テオ？一人で出てきたの？護衛も連れてこないで、万が一発作でも起きたらどうするの？家に閉じこもってたから、外の空気が吸いたくて。大丈夫、薬は持ってる。テオはベンジスの後継者なんだから気をつけなきゃダメだよ。カレイドおじさんにバレたら怒られるよ。父さんか。近頃大事な仕事があるみたいで、あんまり会いに来てくれないんだ。カレイドおじさん忙しいんだ。そっか、本当はおじさんとテオに頼み事をしようと思ってたんだけど。頼み事って？僕でも君の役に立てるかな。私じゃなくて、アストラ島から来たこの人の頼みなんだけど、ジークって人を探してるんだって。そうそう、言い忘れてた。さっきビーチでホワイトフラッシュに襲われかけた時、この人が助けてくれたの。はじめまして。友達のジークがどうやら最近ここに来たらしいの。はじめまして。僕はテオ、ヒルダの友達だよ。よろしく。テオのお父さんのカレイドさんはベンジス重工の社長さんなの。カレイドさんが協力してくれたら人探しなんてすぐ終わるんだけどな。父さんに話してみるよ。その人がここにいるのが確かならきっと手がかりが見つかるはず。テオ、また一人で外出していたのか。これからは前もって私に話してからにしなさい。お前には付き添いが必要だ。早く帰りなさい。定期検査のために医者を待たせてある。体調が良ければ今晩のお祭りに参加してもいいぞ。父さん、それ本当？僕も友達と一緒に。体調が良ければの話だ。それとこの方は？新しくできた友達だよ。アストラ島から来たんだ。はじめまして。はじめまして。私はカレイドだ。テオは体が弱いからいろいろ面倒をかけてすまないね。父さん、この人はホワイトフラッシュからヒルダを救ってくれたんだ。前に父さんがかけた懸賞を。ほう、君がホワイトフラッシュを？
若者というのは実に愉快だ。だが懸賞は今すぐには渡せない。まあそう慌てるな。後で部下に連絡をさせる。あらゆるタイプの武器に内蔵可能だ。リアルタイムで戦闘データを分析して直ちに敵の弱点を発見できる。まあうちの実験的研究の成果物といったところだ。ちょうど被験者を探していた。君ならぴったりだ。父さん、人探しを手伝ってほしいんだけど。こら、テオ、早く帰りなさい。私はまだ仕事がある。話はまた後で聞こう。わかったよ。ヒルダ、あのカレイド社長って。カレイドおじさんはいい人だよ。ちょっと厳しいところがあるけど、でも偉大な人ってみんなヘンテコよね。まあ大丈夫、人探しの件はテオがカレイドおじさんにちゃんと話してくれるわ。夜になればビータ祭が始まるし、探してる人が現れるかもしれないよ。そもそもビータ祭って何なの？ベンジスはもともと小さな集落で、暮らしも厳しかったみたい。ある年に虫害が起きて、飢饉とモンスターが集落を壊滅状態に追い込んだ。そんな時、船いっぱいに食べ物を積んだ商人がやってきて、途方に暮れる人々を救った。その船が岸に着いた日を記念してビータ祭が行われるようになったの。もう気づいたでしょ。そのベンジスを救った商人というのがカレイドおじさんなの。今ベンジスがあるのもおじさんのおかげ。あなたはカレイドさんを尊敬しているようですね。そりゃそうよ、カレイドさんは伝説の人だもん。例えばね。